高松市郷在地区から高松港沖を望みます。ここに5隻の旅客フェリーが停泊しています。この日は台風の影響で各航路が終日運休しており、岸壁から退避した一部の旅客フェリーがここ高松港沖でも同病して停泊しています。雨が降ってきました。ずぶ濡れになる前に引き上げることにします。台風による強風や高波が運航に及ぼす影響が収まる目処が立てば、各船は順次ここを離れて各港へと向かい運航を再開することでしょう。